はい、志保さん、あのですね、先週のから、はい、あの先週の生放送を見てくれた方は知ってると思うんですけど、志保ちゃんの携帯がね、途中でおかしくなっちゃったんですよ。そうですね。それ見たい方はあの先週の生放送の、うん、あのアーカイブを見ていただけると、はい、あの分かるんですけど、その後ですね、さらにひどくなりまして、見てください、もうちょっと映しても映んないですね。もうこの画面から何ももう反映されなくなっちゃったみたいで、もう本当に壊れてしまいました。もうやばいです。まあ、原因として考えられるのがお風呂ということがなんとなくですが分かりまして、お風呂でね、携帯を使っちゃってたんだよね。うん、音楽を使うために、そうそうそう、この前100均であのスピーカー買ったじゃないですか、うんうん、紹介してあるから、そうですね、それを使うためにはお風呂で携帯開いてつなげて、はい、風呂で聞いてたんですよ、はい、それで起動したとと起動した状態でスマホを水に濡らすとダメということで、はい、だったよね、確かに ね、なので翔ちゃんは起動した状態でお風呂にサポンって落としちゃったこともあるらしくて、もう完全にね、アウトかなという、アウトですね、はい、ということでね、もう本当にね、あの時はまだかろうじて動いたんですけど、もう動かなくなっちゃったっていうか、もうやばい状態なんですよ。見てください、これもう壊れてピカピカしてるし、もうこれ何もしても電源切ってもまた同じ画面に戻るっていう、こんな感じ、ほらやばい ね、ということでね、一応修理にね持っていきたいと思います。はい、はい、ということでね、携帯が壊れて悲しいですね。悲しいですしょうがないね。でも1週間本当に全然使えなくて、ね、これからはちょっとねちゃんと使いましょう。はい、今度からポチ袋に入れて、そうだね、はい、そうしましょう。はい、はい、ということですね、あれから1日経ちました。1日です、1日経ちまして、はい、実はですね、あの後、はい、あの最初に行ったお店が混んでたんだよね。混んでて、はい、予約してなかったので、そうなんです。また後日にまた違うお店に行こうということで、はい、次の日ね、次の日の日曜日に、はい、別のお店に行きました。ちゃんと、はい、ネットで調べて、ちゃんと予約もしてね、はい、あのすぐね、あの直せるってお店を見つけたので、そこにね、はい、行ってきました。そして1時間で、はい、はい、そうが見えるように画面一番明るくするね。うん。じゃじゃーん、はい、ピカピカに戻りました。まあ、これじゃちょっとね、わかんないかもしれないけど、なんか出せる？それじゃわかんなくない？そう、こんな感じでね、はい、めっちゃ普通に綺麗に、めっちゃもう最初より逆に綺麗な感じにね、で戻りました。はい、はい、でもね、水没なので、保証が効かないんですよ、水没って。はい、はい、ね、なのでね、お値段がね、うん、万円しました。2万5千円ぐらいだね、約、はい、しました。すみませんでした。もう暮れのお金がかかる月に2万5千円の出費はでかいですよ、お姉さん。すみません、ほんと12月なのに。そうだよ、以後気をつけてください。ねえ、水没はほんと自己責任だからね。はい。お風呂にどうしても持ってきたかったら、なんかポチ袋に入れて、はい、ね、考えてちゃんと、はい、もうそのまま持ってく人初めて見たよ。でさ、お風呂にポチャーンと落としても平気でさ、過ごしたわけでしょ、うん、だってママたち知らなかったわけだから、うん、いや、すごい度胸だわ。普通さ、どうしよう、落としちゃったとかならさ、騒ぐならまださ、うん、なんか、私ね、落とす瞬間ね、うん、あ、やっちゃったとか言って、こう、冷静だよね。もう、ほんとこういうところなんかもうあれだよね。ずぶといというかさ、無頓着というかさ、何も考えてないというかね、ある意味幸せという。はい、はい、ということで、無事にね、まあお金はかかりましたが、まあ、1時間でね、ピカピカにしていただけました。ね。そう。はい。ね、よかったね。でさ、うん、今度さ、うん、
校をさ、うん、一気にガラッと変えようと思ってて。そうなの？最近のスマホすごいんだよ。あ、写真載せたりするの。そうだね。超すごくない？今度それするの？でもするかな、わかんない。わかんないんだ。じゃあまたね、したらね、はい、スマホ紹介でもね、はい、してみたいと思います。あと充電の音がね、ピローンじゃなくてね、うん、変えられるの。ああ、それもしたいの？いや、いろいろ変えてみてください。まあね、はい、うん、はい、ということでね、もうまさかのまさかのこの12月にね、水没による故障という思わぬね、事態に陥りました。本当だよ。一番新しいスマホ持ってる人が水没とかありえないからね、本当。大切にしてね、もう。大切にしてたんだよ。いや、してないでしょ。お風呂にそのまま持ってく自体が大切じゃないわ。ママだったら絶対ドキドキして無理だもん。だってさ。いや、だってじゃない。だってこれ防水だよ。防水って、だってさ、あれだよ。ずっと水の中で OK なんじゃないんだから。引き算とかポンとか。それはだからさ、電源っていうか、入れて、切ってて、なんだっけ、2時間以内だっけは OK ってパパが言ってたよね。はい、2時間こそ壊れちゃうんでしょ、普通でも、はい。はい。なのでね、そういうことをちゃんと考えて、これからは大切に大切に使っていただきたいと思います。はい、すいません。いいですか？はい。はい。皆さん水没は本当保証効かないんで、はい、気をつけてください。はい。はい、ということで、あなたも気をつけてくださいね。はい、何度も言いますけど。はい。ということで、それでは、バイバーイ。何でしょうか？どうしたんですか、今日は。今日はですね、イオンに来てたんですけど、なんでイオンにいるかっていうとね、私、スマホを壊しました。もう、なのでちょっと、この、あ、2回目だよね。前回水没させて、壊れて、今日はね、TikTok を撮ろうと思って、部屋のね、その三脚にね、スマホをこう入れようとしたら滑っちゃって、落としたら、ですよ。でも落としてさ、なるってさ、よっぽど打ち所が悪かったって感じだよね。ちょっとどうなってるかちょっと見せてください。みんなわかんないよね。まずこれですよ、はい、でここでもうこの時点でもうちょっと、うん、ここに、まあ見せるか、もういいや、見せれますね。ちょっとバーコード、パスワードは見せないんですけど、はい、見てもこの時点でもうすぐに浮かび上がってて、はい、やばいですね。もう見せますね、はい、やばくない？やばい、かっちゃんです。あ、そこはどうでもいいんだって。やばいよね、これね。やばくない？他の画面でもそんな感じ？他の画面、あ、帯です。わかんない、全です。いいから、そこは、ね、やばいね。ちょっとやばくない？この画面の壊れ方、この線が入ってる、多分、ね、そうなんですよ、映ってるよね、ちゃんとね。めっちゃの線が入っちゃった。やばい、ほら、やばいよね。これが一番わかりやすい、これ。そうね、こんな感じで白黒、かわいい。こんな感じでやばいんですよ、もう。これ絶対修理だよね。あのね、壊れちゃったということで、早速直しに行きたいと思います。はい、ちょっと、あの、壊れたテンション違うんですけど。もう、ほんと気をつけてよ、ほんとにもう。すいません、まだ乗ってないんです。じゃあ行きましょう。はい、ということで、無事、携帯が直りました。ちょっと日にち空いちゃいましたけど、すいません。そうですよ。でもね、ちょっとね、ここがね、黒っぽくなっちゃってる時があるんですけど、うん、無事に、見てください、治りました。はい、なんか出てますけど、いいんですか、それ。これはなんか、この画面を変えると出てきちゃうっていう、ディスプレイに関する。あー、そうなんだ。出てきちゃう。毎回出てくるの、これ。毎回出てくる。あ、そうなんだ。これはいいとして、うん、治りました。はい、お高かったですね。おいくら万円ですか？なんと19,500円です。でも本当は21,500円だったんだね。で、2,000円引きで19,500円になりました、はい、
ね、ちゃんとね、はい、線が治りましたね。治りました、バッチリです。今後気をつけてくださいね、本当に。了解です。ただ、うん、今カバーしてない状態だから画面が、うん、あ、そっか、いつ割れてもおかしくないカバー買わなくちゃ。そう、気をつけて。カバーは大事ですよ皆さん、本当カバーしてたら割れないってこと多いですからね、うん、カバーはマジ大事、マジで大事です、ね、はい、しましょう、しましょう、っていうか大切にしましょう。なんかしほちゃんは一回前水没しちゃったんだよね。そうなの、皆さん覚えてますか、その時も多分動画にしたと思うんですけど、そう、音楽流してて、そうね、落としました。で水没して使えるんだけど画面がね、そう、じゃあこの前みたいな、この前みたいになっちゃってね、そう、はい、で一回やっぱね水没するとね分かるみたいで、見ただけで、うん、でやっぱちょっとね一回交換してるから、うん、やっぱちょっとね普通の純正品より多分弱いみたいなんだよね、どうしても、そうなんだよね、だから落としただけであんなにもうボキバキに壊れちゃうっていう、うん、だからなんかね、うん、気をつけないとだね本当に、ね、うん、皆さんもぜひ気をつけてください。皆さんは多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっと画面がすいません、手持ちですいません、揺れてる。ママが笑うと画面が揺れる。ちょっと待って。やめてよ。おほほじゃないよ。はい。という動画でした。はい、まあ、まずね、みんなにね、そういうなんか、気をつけましょうねっていう前に私が気をつけようって話なんだけど。そうだよ。それな。って感じ。本当気をつけてくださいね。もう携帯だけは高いからね、修理が。何万だからね。了解しました。本当、このスマホだけで多分合計で5万以上修理代かかってるからね。前回と今回で。本当に。あら、やだ。本当に。もうママもパパもね、ぐちぐち言ってるんですよ、実は。やっぱね、こういうのは自分のね、扱い方の問題だからね。水没しちゃったし。水没しちゃったしとか、落としちゃったしとか。三脚につけようと思ったら、三脚取れちゃったし。気をつけてって、ね。今後はね。はい。以上でした。はい。バイバイ。すいません、手ぶれがひどくて。ちょっとやめて、やめてよ。バイバイ。来ました、また見てください、ここに置いてたんですね。で飲み物をこう開けようとしたらこうなんか前かがみになっちゃって、あっって落ちたんですよ、ここに携帯がね。で開いたらこうなりました。うわ、何やってもこれです。あ、動くなった。すごい、やばいね、こんな携帯初めて見たよ。これで何回目だろう。1回目の水没がずっとを引き、ちょっとの衝撃で壊れてしまうように、画面が全く見えないので何もできません。わかんないや、もう最悪です。マジロー。